はい、皆さんこんにちは、村脇祖信です。今日は初めて皆さんにコサージュをね、お教えします。まあ、コサージュといっても男性用なんでブトニアですね。で、今日お教えするブトニアはこうちょっとね、シンプルでかつかっこいいものをお教えしますんで、割と本当に実用的につけていただけることができると思います。では早速製作していきましょう。どうぞ。では今日使う花材と資材を紹介していきます。赤バラ1本、レモンリーフ1本、サンスベリア24番ワイヤーと22番ワイヤー、これは茶色いリボンだね。フロラテープ。ではここから手元アップでいきましょう。今日はね、すごい手軽にできる方法でブトニアを作っていきます。まずこの赤バラですね、赤バラをだいたい10センチぐらいですね、10センチぐらいステムを残してこのように切ります。次にこのレモンリーフね、こう切れそうなところ大小で2枚ぐらい葉っぱを落とします。こちらのサンスベリアはこう先っぽから10センチぐらいでね、横でバッツリと切ります。はい、そうしたらですね、まずこの22番ワイヤーを1本半分で切りますね。そしたらこの赤バラのこの根元というか、ここのとこですね、ここに今切った半分に切った22番ワイヤーをまず横にこう刺します。こういう状態ですね。そしたらこれを折り込みますね、下に。まあ、こういう状態になりますね。こう見えますかね。ここにワイヤーがありますね。こういう状態です。そしたらこのままだとこう花が折れてしまうと上だけ取れてしまうので、もう一本半分の22番ワイヤーをこの根元のところに差し込みます。で、こういう状態を作りますね。そしたらこの残った余ったワイヤーですね、これは切り落としてしまって、フローラーテープでここの根元のところを巻いていきます。で、フローラーテープはこう伸ばすと粘着性が出ますので、こう伸ばしながら巻いていきましょう。はい、このような状態になります。そしたら次に22番ワイヤーを半分にしたもの、こちらですね、こちらをこういうふうに折り曲げて U ピンにします。で、先ほどこう切り取ったレモンリーフ、この半分ぐらいのとこですかね、そこあたりからここの U ピンでしたワイヤーをあの上に表面に突き刺しますね。このように突き刺してこういう状態にします。で、ここにちょこっとこう茎が出てますよね、ここにこの片っぽをこう少し引っ掛けるような形で巻き込みます。こういう状態です。これと同様に小さいもう一枚のレモンリーフを同じようにパーツにします。そしたらこのレモンリーフもこのフローラーテープでこのステムの部分は巻いておきます。こういう状態ですね。はい、その次にこちらのサンスベリアですね、これ下の根元のところをこう斜めにハサミを入れて、こう、そしてこちらも半分を切って、こういうパーツにしますね。その後にこの下を切って、こういう風にちょっと短くしますね、ここの部分を。はい、こうしたら22番ワイヤーの U ピンをレモンリーフと同様に葉の表面に突き刺して、
で、ここで、こういう状態にワイヤリングします。そしてここをテーピングします。はい、こちらで全てのパーツが出揃いました。これからこれを組み上げてブトニアを作っていきます。